どこ降りてきてんの？死のー。富田違う。富田あの照明と照明の間に僕はいません。はい、ということで皆さんこんばんは。こんばんは。ということで天の声的な立ち位置で失礼いたします。ゼアダルです。よろしくお願いします。若干ね、お客さんでね、若干僕の方にね、あのサイリウムを振ってる人も何人かいるんですけど、あの僕はいないものだと思ってくださいはい、ということで皆さん今年もですね、フリーライブ無事解散おめでとうございます。皆さんが初めて中野サンプラザで公演してから、まあ、3回目なのでもう3年がね、はい、経つということでございまして、さっきちょっと全部のね思い出なんか言ってましたよね、うん、あの台本ガチガチに作って懐かしいね。懐かしいね。あの時のね MC もみんな本当にそのセリフをね覚えていってたからガチガチでめちゃくちゃ緊張して最後にプンちゃんがラスト2曲をラスト2曲してる。伝説の DVD にも入って、あれに救われたみたいな。そうそう。あと、あのでも DVD 見てもらったら分かるんですけど、あそこからねちょっとね MC やばくなってちょっと和んだよね。そうそう、感謝してその後あの飛行機乗るのに羽田空港にいたらラスコっていうお菓子が裏でした。そうちょっと笑うよ。いや、あの一件から1年間ぐらいなんかすごいリプが来ましたもん。なんかラスコのお菓子ありましたよみたいなすごい送ってくる。ファンちゃんのそのラスコ2曲何が面白かったって、スポットライト浴びてのラスコ2曲本当に多分ちょうどここで言ってたよ。そうほんまやわ。ちょうど白奥さんここら辺でああの肩を震わせるっていうそんなね、全部での発表があっての中野サンプラザ公演。そもそもね、全部ってさ、兄ちゃん見に来てなかった確か。あ、僕その辺にいました。ね、見たよね。あそこら辺で見てました ね。見てたよね。で、そこで発表があって、はい、そのね、兄ちゃん復帰の中野サンプラザ公演に繋がったということで、はい、覚えてますか皆さん、初めての中野サンプラザ公演。もちろんです。覚えてるよ。忘れられないっすね。とりあえずドタバタしてたよな。そうやな。そう、あのなんか初めてのことだらけやったんですよ。あのセットとかね、そう、確かじゃないですか。あの階段使うのも初めてやったし、ね、あとなんかさ、本番がさ、うん、開演した直後にトラブったよね。トラブったそうだよ。あ、これお客さん知ってんのかな。知らない。いろいろあります。いろいろあります。だって俺今でさえ言うんだって思ったの。うん、もう3年経ってるし、いいんじゃない。いいと思う。あ、そうね。あー、わかった。わかった。私さ、全員が震えたやつ。そう。マジ震えたよね。1曲目言わざらぶだった。そう。一曲目言わざらぶで、後ろ向いてる人。そうそうそう。でさ、てててててててって音流れて、そしたら、あの、俺のソロのブルームーンの時に使う予定だったスクリーンと音楽が流れました。中だけこれね、あの音響って外音と中音っていうのがあって、中音っていうのはステージの人にしか聞こえない音っていうのが実はあるんですよね。で、それがその時の音楽がその外音は You Are The Love やったんですけども、中音はちっちゃくブルームーンが出てマジ震えた。でもそれも一瞬だったんですよ。そう、一瞬本当一瞬でした。はい、って全部バーンって元通りになったからやるしかない。いや、でも中野サンプラザ公演の DVD 改めて見てもらうと分かりますけど、あの来るって振り返った時に若干曇ってますよねでもね、俺たちっぽいなってなった。そうだね。そう、すごい良かった。大好き俺、ああいうハプニング。わかる。わかる。燃えるんですよ、ああいうハプニング。俺でも復帰一発目で一発目に振り返らなあかん。一発目に振り返らなあかんだって。俺なんかドッキリ仕掛けられた。いや、まあでもね、それも3年経って今のだっては本当にいい思い出でございます。はい、ね、こういうね、まあ、思い出があって続いていって、このゼップダイバーシティでのフリーライブね、昔はね、ゼップダイバーシティで手売りのチケットを売ってやってたのが、これフリーライブ、しかもまあお盆平日でね、これだけたくさんの方に来ていただけるっていうのは本当に成長した証だとございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ、メスモアライブではこんな動画やこんな動画までいろんな動画が盛りだくさん、みんな見てねー。